はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日なんですけども、まあご覧の通りたくさん並んでますけども、上のカメラなんてもうね、物しか映ってない。いっぱいいっぱい。いっぱい並んでますけど、まあ何でしょうかこれは、今日は。今日は、はい、富澤で買った、はい、購入品のご紹介です。富澤商店ですね。富澤商店。富澤商店さんで購入したものを紹介したいなと思います。うん、結構買いましたね。うん、今回はオンラインショップで購入しました。オンラインショップ早いですよね。富澤さん結構届くの。そう、本当に2日後くらいに届きますね、うん。早くて次の日届いたりもするんだって。うん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 、すごい助かってます、うん。なんかあれですもんね。こう近所だとなかなかこうなんていうんですか、国産小麦でこう銘柄あんまり選べなかったりとかするんでね。うんうん、そういった時便利ですよね。今スーパーとかでもね、うんうん、売ってるようにはなったけどね。結構売ってるけど。うん、まあ、ちょっとこだわったやつ使おうかなってなった時はやっぱり富澤さんとかそういった専門のね、うん、ところで買わないとなかなか揃ってないってことが多いのですごく助かってますね、うん。まあ、じゃあ早速紹介の方していきますか。誰から？いや、まずやっぱ小麦粉じゃないですか。これほぼほぼ小麦粉ですけど買いすぎでしょ。買いすぎですね。もうどんだけパン作るんですか。まあ最初にじゃあこれいきますか。一番でかいやつ、うん、春よ来いですね、うん。春よ来いはね、うん、何にでも使えるオールマイティーな粉っていう感じだよ ね。結構いろんなパンでも、うん、あの私たちのチャンネルよく出てきますね、うんうん、春よ来い。これは春よ来いは2.5キロ。これなくなるには結構パン使わないとダメです。でも意外とあっという間で。あ、本当？うん、でもあれなんだよね、こんだけ他にもあるからさ。いろんなの使ってたらなかなかなくならないんだよね。本当に選びたい放題です。ですね。まあ、うん、結構やっぱりベーシックでか、うん、あのオールマイティーな粉なんで、うんうん、まあ、ちょっと多めに買ったって感じですかね。うんうん、じゃあ次の小麦粉、これいきますか。じゃん。北の香り。北の香りです。これも私たちのやつはよく出てきますね。うん、これは1キロ。これ1キロのやつですね。うん、ちょっと、なんていうんですか、黄みがかった感じの。うんうん、あの色がね、ちょっと甘みのあるようなちょっと生地だから、はい、それも美味しくていいよね。なるほど。じゃあ結構あれですかね、甘い系のパンに使ってる感じですかね。うん、ちょっとしっとりさせたい時とか、はい、おすすめです、北の香り。じゃあ次はこれいきましょうね。じゃん、リスドールです。これはもう定番ですね。そうですね、これは純強力粉。これも1キロです。ハーブ系を作るときに使ってます。今日でもあまり変わったやつ買ってないですよ、そんなに、うん、結構いつも使うやつ、うんうん、じゃあ続いてこれですかね。どん、これは夢力ブレンドですね。これはちょっともちもち系なパンにしたいときとかいいかなと思って。なるほど。ちょっともっちりとした感じの食感が出ると、うん、なんでまあなんかそういったとき我々ので言うともちごまチーズみたいなパンとかああいうやつとか、うん、そういう時によかったら使ってみてください。夢力ブレンドです。じゃあ続いて、じゃん、春豊かブレンドですね。これもよく出てきますね。これもオールマイティーな感じのイメージだよね。うん、まあなんかあんまり癖がないのかなって感じですね、うんうん、やっぱりあれですね、こうパッと見た感じでほぼほぼやっぱり北海道ですね。たまにね、あの九州のやつとかも前使ったことありましたけどね。南の香りみたい。南の香りじゃない。南の息吹みたいな。南の息吹みたいな。やっぱあれですね、小麦粉といえばやっぱり北海道って感じになってきますよね、うんうん。国産小麦だとね。はい。まあこんな感じで小麦粉、1、2、3、5種類。5種類購入してみました。まあなんか自分のお気に入りのやつね。こううん、あのオンラインショップだとたくさん載ってると思うんで、うんうん、あの説明も多分載ってると思うんでね、あの、うん、どういった粉ですみたいなの載ってると思うんで、うんうん、なんかお気に入りのもの見つけてね、楽しいですよね。普通にあのお店行ってもさ、小麦粉さすっげえ種類あるじゃん、うん、あそこ、うん、あれも見るのも結構楽しいよね、うん、なんかこんなんあんだとかね、あの国産小麦じゃなくてあの外国産のね小麦もいろいろ置いてますんで、うんうん、そう今回はね、うん、この辺外国産を一つ入れようか悩んだんだよね、うんうんうん、イーグルとか、はい、あとスーパーキングとか、うんうんうん、入れてみてもいいかなと思ったんだけど、今回はちょっとやめました。
なんか同じパンでもやっぱ小麦粉違うとね、食感とか味とかね、うんうん、あの香りもやっぱ違ってきますので、うんうん、まあ、そういったなんか食べ比べみたいなの、うんうん、作り比べみたいなのも楽しいと思いますし、なんか我々のチャンネルでもいつかやってみてもいいかもしれないですね、うん、こう北の香りで作ったバージョンと春横で作ったバージョンと、と草小麦だとそこまで大きな差はないけど、海外のやつと比べると本当に違うと思う、はいはい、あ、じゃあそういうのやってみてもいいかもしれないですね、うん、じゃあ続いて、じゃあ小麦粉いったんでこれいきますか。じゃん、これは初めて買ってみました。はい、これは初めて見ますね。冷凍できる、あのイースト、セミサフ、セミサフ、へえ、セミドライイーストか。あ、完全なドライじゃないってこと。うん、あのドライイーストと生イーストの間ぐらいな感じで、はい、初めて買ってみた。だからどうだろう、ね、これでもすごい、これ一見あれじゃないですか、牛乳みたいなさ、こう、うん、イーストとは思えない感じの見た目で振って入れれるね、これ便利ですね、うん、こんな感じで。何グラム入ってるんだろう。これで400入ってます。うーん、で結構入ってる、ね、結構入ってます。なんで今後これが活躍してくれるか、これが出てきますんで、まあ、ちょっと使ってみてね、こうよかったら皆さんに使ってみてほしいと、おすすめしたいなと思います、うん、はい、じゃあ続いてはこれいこうかな。これはもうパンとは そこまで関係ないですけどこれ今1円です、はい、1円、うん、どういうこと。これはキャンペーン中で、300人かなんかに1円で購入できる商品、これ多分動画出る頃はもう買えないですよ多分初めてあの買ってみた。でもすごい美味しかった、今日食べたら。あ、本当ですか、うん、ピナッツ、ピナッツじゃないピーナッツきなこクリームだそうです、うん、絶対女性は好き、うん、でも富澤でさ、はい、このシリーズ結構いっぱいあるんだよね。ミルククリームとかもあるし、なんかごまのクリームみたいなのもあるし。このシリーズっていうのはこのケースに入ってるような感じのクリームの、そうそうそう、うん、大人気だそうです。まあなんか1円で買えるらしいです。ちょっと多分動画出る頃は1円じゃもう買えないかもしれないですねでもオンラインショップだと結構そういうなんかキャンペーンみたいな、はいはいはい、あの結構多いんだよね、あのこういう風に1円で買えるとか、お試しみたいな感じで、あのマイバッグがこれを買うとついてくるとか、 あと 20% オフとか、はいはいはい、そういうのがいろいろあって、じゃあなんかオンラインショップぜひね、そういうの多分やってる時があると思いますので、うん、覗いてみてください。ピナッツっていうじゃあきな粉のつもりでピナッツって言っちゃうどういうこと。ピーナッツきなこクリームきなこのつもりでピーナッツってピーナッツピーナッツってなるのが分かんないピーナッツきなこクリームはい、ピーナッツきなこクリームぜひお試しください。じゃ次はこれいこうか、食べ物からいこうか。じゃあ、うん、これ俺届いた時さ、うん、何かと思ったよこれじゃん、これです。これも初購入品、はい、こうやって売ってるんですね。そう、なんかチョコシートみたいな感じ、はい、あの折り込みの時にシート作るじゃん、うんうんうん、はい、それがもう出来上がってる。なるほど、キリマンジャロコーヒーシート。そうです、そう、今回はコーヒーシートを買ってみました。はい、こうやって売ってんだ、便利じゃん、うん、めちゃめちゃね。じゃあこのキリマンジャロコーヒーシート、いつか出番が来てそのパンをお見せする時が、披露する時が来ると思いますので、うんうん、それまでのお楽しみということで。絶対美味しいよ、キリマンジャロコーヒーシート。コーヒーシート美味しいと思う、はい、間違いないと思います。まあ、興味ある人はね、ぜひ購入してみてください。じゃああとはもう食べ物はもう全部ですね、うんうん、これで、うん、こっちから行こうかな、うん、これもうほんと何に紹介するほどのあれでもないんですけどマフィンカップ、はい、マフィンカップです。可愛くない？可愛いですね。なんかさ、オンラインショップでさ、いくらまで買わないと送料がさ、はい、あ、まあよくありますね、無料にならないとかで、これを買ってみました。数合わせです、数合わせで20枚入ってます。これでさ、あのココア生地とかさ、はい、パンとか入れたら可愛いんじゃないかなと思って。あー、なるほどね、確かに。しかもこんなに薄く見えるけど20枚入ってるからね。本当だよね、これで20枚入ってるとちょっと見えないですね、うん、
ただ別にそんな、だからなんだろうみたいな感じですけど。おしゃれっていう。まあ、はい。まあ、これを使ったパンもまた今後出てくるかもしれないんで、まあ、それまでもお楽しみということで、うん、マフィンカップでした。はい、じゃあ最後はこれですね。ハケ。ハケ。これはヤギ？ヤギなんすかね。めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。すごいこれは。これはさ、ここがちゃんと返しになってる、はい、結束部分が、はいはいはい、だからあの抜けにくいんだって。へえー。まあ、卵とかさ塗るときにさいいよね。パンについちゃわないからね、うん、それだとね。しかもなんか、薄いんだよ、これ。知ってる？何が薄いの？薄くない？この幅が。幅がね、確かに。うちで使ってるやつ結構厚いじゃん。はい、厚いっすね。なんか、こういう幅がなんていうの、薄いから、うんうん、すごい塗りやすいと思う。塗りやすいと思う。まあ、これから使うんですよね、これも。これ、実家にあって、この間使ってみたら、ちょっと感激した。すごい塗りやすい、これ。まあ、なんか、すごい使いやすい。はけな、うん、そうなんで。なんで今後これも登場してくると思います。まあそれがどんだけ楽しみな人がいるのかっていうところですけど、ハケを探している方はこれをぜひ購入してください、ね、塗りやすいハケ探している方はこれすごいいいそうなので使ってみてください。概要欄に URL とか貼っときますので、うん、助かるね、うん、ぜひ見てみてください。はい、って感じで今日は富澤商店さん購入した商品の紹介をしてみました。なんかまあ時々こうやってねちょっとまとめてバッと買ったりするんで、うん、まあ、今後もなんかちょっと買った時はこれ買いましたよみたいなのはちょっとやっていきましょうか、うんうん、知らねえよと思うかもしれないですけどね。まあなんか僕らがね使ってるこう粉とかね、道具とかちょっと気になってる方は、ね、よかったら参考にしてみてもらえるかなと思いますね、うん、はい、ということでじゃあ今回買ったこの商品を使ってまた美味しいパンを作って皆さんに紹介できればなと思いますんで、また別のね、うん、パン作りの動画の方もぜひぜひご覧になってくださいということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。